大家好，欢迎收看小老婆汽机车资讯网，我是大魔王 Singer。 上一次的跑山路线影片大家有学到东西吗？还没有看过影片的朋友请赶快点这个连结，看看我们上次说了什么哦。这一次园林这里要教大家骑乘山路的注意事项，请看我们的影片吧。皆さんこんにちは、原田哲也です。今回は一般公道を走行する上で安全かつリスクの少ないライン取りやメンタルの部分をレクチャーしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは一般道の走行ラインをレクチャーしていきたいと思います。まずは、私が常に考えているのは自分の走行車線に仮のセンターラインをあると思って走っています。それはなぜかというと、この黄色い線センターラインありますね。センターラインに近づいていってしまうと、例えばブラインドコーナー、こういうコーナーですね、先が見えないコーナーは、前から対向車が来ている可能性があるので、例えば自分が気をつけていても、車が飛び出してきてしまったら、事故のリスクがすごく上がるので、常に、センターラインにはあまり寄らないようにしています。そのために仮想のセンターラインを自分の、車線に作って、そこからはみ出さないように走っています。ただあまりにもその右側を走りすぎてしまうと路面が、汚れていたり汚かったりする場合があるので、なるべくその車線、自分の車線の真ん中を走るようにしています。例えば今のとこですね、今のとこも、ブラインドコーナーでトラックが来ていましたが、やはり、センターラインに近づいていってしまうと、接触のリスクが高まるので、なるべく右側を走るということが有効的になってくると思います。今のとこもそうですね、若干そのトラックがはみ出してきていたのでリスク回避をする上ではやはり、右側を走るということは、すごく有効になってくると思います。皆さん、実践で、走ってみてください。はい、ここからは少しライディングレッスンをレクチャーしていきたいと思います。まずはライディングフォームですね。上半身、結構力入って乗られてる方が多いと思うのですが、まずは上半身をリラックスして乗っていただきたいということですね。やはり上半身に力が入っていると疲れてしまい、スムーズなオートバイの操作ができなくなってしまうので、上半身はリラックスしてください。逆に、下半身ですね、下半身をしっかりオートバイをホールドして、いただくとオートバイが安定してきます。あとですね、目線ですね、目線はなるべく遠くを見ていただいた方が早い段階からいろんな情報が入ってくるので、体が早い段階から、反応できてくると思います。あとですね、お気づきだと思うのですが、私の今この乗ってるライディングなんですけど、急加速、急ブレーキしてませんよね。それはなぜかというと、急加速急ブレーキをしてしまうと、オートバイの姿勢が乱れてしまい、スムーズなライン取り、スムーズな、ライディングというのができなくなってきてしまいます。ですのでなるべくその急加速急ブレーキは避けていただきたいなと思います。あとですね、最近私がよく、一般道で使っているのが、リアブレーキですね。リアブレーキを有効に使うことによってすごく車体が安定させられるので、最近はよく使っています。例えば、この先のこの下り、若干下りの、回り込んだコーナーなんですけど、ここで入り口で十分にブレーキでスピードが落とせなかった場合とかは、コーナーの中で、フロントブレーキで、速度を落とすよりはリアブレーキで、速度を落としていただいた方が安定してスムーズに、速度を落とせるので、一度試してみてください。最後に、メンタルの部分を少し話していきたいと思います。やはりオートバイに乗る上で一番の安全対策はスピードを出さないということです。ただオートバイ、スピード出したくなりますよね。そういう中で、有効なのが、先ほど、私が話したライン取りですね。自分の車線をさらに半分にしてその中で走る。こうすることにより、ワイドラインではなくなるのでスピードが出づらくなります。これも一つ有効な方法だと思います。
あとはですね、先ほども言いましたが急加速をしない、これもすごく重要になってくると思います。オートバイ乗ると楽しいものなので、安全に長く乗っていただきたいので、今回、僕がお話ししたことを頭の片隅のどこかに、置いていただき、これからのバイクライフを、楽しんでください。今日は最後までありがとうございました。以上の课程你都学会了吗？如果觉得有用的话，欢迎分享给你的朋友。我们下次见，拜拜。